様々なボンボンショコラボンボンショコラは中に詰め物をした一口サイズのチョコレートのことである。ボンボンとは元来一口サイズの砂糖菓子を刺すが、そこから派生して一口サイズのチョコレートを刺すようになった。故障は国や地域によって様々であり、フランスではボンボンショコラの他にボンボンドショコラ、ボンボンをショコラとも呼ぶ。また、ベルギーではプラリーヌ、スイスでは プラリーンなどと呼ばれる。イタリアでは、プラリーナディチョッコラートもしくはプラリーナあるチョッコラートと呼ばれており、ただのプラリーナだと、詰め物がナッツを使ったプラリネになっているものを限定して示す場合もある。1912年、ベルギーチョコレートのノイハウス3代目店主であったジャン、ノイハウスは、アーモンドを飴に絡ませ、ミルク状にしたものをチョコレートに内包する手法を、 世界で初めて生み出し、美食家として知られた、プラライ公爵の中から、プラリーヌと命名した。ノイハウスの手法は既存のチョコレート製法に大きな影響を与え、同時に考案されたチョコレート用の箱とともに、世界中へ広まった。フランスでは、この命名以前に、プラリーヌという名称の別の歌詞があったため、ボンボン、ショコラという名で通るようになり、現在に至っている。 ボンボンショコラはセンターと呼ばれる中身がクベルチュールと呼ばれる薄いチョコレートでコーティングされているものを言い、その大きさや形状は様々である。センターに採用される具材もガナッシュやプラリネのほか、マジパンやジャンドゥジャなど多岐にわたる。日本においてはボンボンと名の付くチョコレートとして一般に広く知られているものはウィスキーボンボンであるが、これはセンターにリキュールを内包した。 ボンボンショコラの一種である。近年は生キャラメルのブームに影響を受け、キャラメルをはじめとしたコンフィスリーもセンターの選択肢の一つに挙げられるようになっている。製法としてはセンターを基準に外角をコーティングするフランス方式とチョコレートの器にセンターを注入するベルギー方式がある。センターに何が入っているかは一見してわからないため、 ショコラティエなどによって作成されたボンボンショコラは販売時に絵や写真で説明文が付与されるのが一般的である。センターにガナッシュが用いられたボンボンショコラボンボンショコラの形状はフランス方式で作られるものについては長方形、正方形、ひし形などのシンプルな形をしており、型に流し込んで制作されるベルギー方式の場合は貝殻型やハート型など、 比較的複雑な形状をしている場合が多い。ベルギー方式はイ型を用いることにより比較的簡単に作ることができる上、センターにリキュールやジャムといった液状のものをそのまま入れることができるという利点があるが、工場生産的なイメージがあるため、ショコラティエが作る場合は、大抵の場合、フランス方式が取られる。また、一粒の大きさは親指程度で、 カカオの風味を生かすため通常のチョコレートよりも糖分が抑えられており、チョコレートそのものはカカオの含有量が多いショコラノワールが用いられることが一般的で、その他、ショコラオレやショコラブランなどが使用される。センターにワガナッシュが用いられることが最も多く、これを包むクベルチュールは薄いほど繊細で滑らかな舌触りを楽しむことができる。類似のものとしては、 ブーシェと呼称される、製作過程が同じで、大きさが4から5倍のものや、オレンジやレモンなどを砂糖漬けにして、チョコレートでコーティングしたオランジェット、チョコレートの上にナッツやドライフルーツを乗せたマンディアンなどがある。ガナッシュ細かく刻んだチョコレートに生クリームを入れて攪拌させたもの。生フルーツのピューレや蜂蜜などを練り込んだりする場合もある。柔らかい食感で、 口当たりが良く、チョコレートの含有量が高いことから、素材の特徴をそのまま出すことができる。プラリネロースとしたアーモンドやヘーゼルナッツに、キャラメル状に溶かした砂糖を絡めて、ペースト状に潰したもの。チョコレートに混ぜ込んで使用する場合もある。また、アーモンドの食感をあえて残したものなどもある。マジパンロースとしていないアーモンドをすりつぶして、ピスタチオと組み合わせたもの。 ジャンドゥジャヘーゼルナッツをローストしたもの。クベルチュールはフランス語でカバーするものを意味し、ボンボンショコラのコーティング用チョコレートを指す。市販のチョコレートより、攪拌時間が長く、カカオバターが加えられている点に相違がある。ヨーロッパでは、カカオバターを31%以上含むことが義務付けられており、カカオ豆の産地やバターの含有量などによって味が異なるため、 ショコラティエによっては自身での制作は行わず、専門会社より購入する場合もある。ありがとうございます。